型紙を使ってカーネーションをたくさん作りましょう。まずは花びらです。ダウンロードした型紙を A4 サイズにプリントアウトして真ん中と端で切ります。後で剥がせるようにスティックのりを使って画用紙と貼り合わせます。それから周りの線を画用紙と一緒に切り落とします。こうすると手際よく作業ができます。花びらの線が書いてあるところに物差しを当て、カッターナイフで軽く撫でるようにして、型紙だけを切り取ります。これを裏返しにして4つに折り、端の部分をホッチキスで留めます。型紙のギザギザの部分を切っていきます。線に合わせて切っていくのが面倒な場合は、裏から大体で切っていってください。少々不揃いになっても大丈夫です。ギザっ子だと簡単にギザギザに切ることができます。同じように見えるハサミでも、重ねた画用紙が切れない場合がありますのでご注意ください。ギザギザに切れたら、端から斜めの線に沿って切っていきます。両端のホッチキスの部分は使いません。額の型紙も花びらの時と同じように真ん中と端を切り、スティックのりで緑の画用紙と貼り合わせます。それを正方形に切り分けて、一旦型紙を外します。それを4つに折り、切り取った型紙をスティックのりで貼り付けます。輪になっていない部分から型紙の線に沿って切り取ります。開いてみてくっついているところは切り取っておきましょう。額に花びらを貼っていきます。まず真ん中、そしてその両端。一番外側の花びらは横向きに貼ります。これで開いた花ができました。花びらの数を変えたり、ハサミで丸く切ったりして、開きかけの花やつぼみも作っておきましょう。葉っぱの型紙も同じようにして緑の画用紙と貼り合わせたら、一列分切り取ります。それを半分に折って、両端をホッチキスで留めたら、線の通りに丁寧に切っていきます。ホッチキスの部分だけを捨てます。型紙を取って広げたら、葉っぱの出来上がりです。残った画用紙で作った茎を、花の裏から貼ります。3、4センチ離したところに糊をつけ、葉っぱを真ん中に貼ります。同じようにして、もう一つ貼ります。裏返したら花の出来上がりです。茎が少し曲がったものも作るといいでしょう。できたカーネーションを2、3本ずつまとめてリボンをかけ、プレゼント風にしましょう。並べたカーネーションの下を段ボールなどで覆い、花壇のようにしてもいいでしょう。たくさんのカーネーションを束ねて、根元に茎を足し、リボンをつけるととても豪華な花束ができます。飾り方はお好みでいろいろ工夫して楽しんでみてください。